こんにちは、ボムと申します。25歳実家暮らしボムと申します。よろしくお願いします。今日はブルーベリーさくらんぼチーズトーストを作っていきます。材料はこんな感じです。カッテージチーズと全粒粉パンですね。おー、すごくモデルみたいだねって話ですが、カッテージチーズなんてね、もうね、田中みな実かローラか、デヴィ夫人しか食べちゃダメですからね、カッテージチーズなんて。ということで、カッテージチーズって皆さん何か分かりますか？カッテージチーズ、簡単に言うとカロリーの低いチーズです。カロリーの低いチーズです。パンもね、全粒粉パンを使っているのでね、もう田中みな実さんの弟子といった感じで、はい、ダイエットですね。普通にダイエットです。ボムね、このお皿とかも可愛いの用意しちゃったりしたんですよ。本当にもうこれでおしゃれな人間とか思われたら嫌なんでね、ちょっともう家にある黄ばんだ皿とか欠けてる皿とかを今後出していって、ちょっとバランスを取りたいなと思ってるんですけど、これは抹茶ラテと思いきやプロテインです。抹茶ラテ風プロテインですね。ところで、はい、完成です。ツヤツヤのブルーベリーたちが美味しそうですね。ということで、ところで、ボムには今一緒に住んでる妹がいるんですけども、来月その妹も出て行って、家にはね、いつもお世話になっておりますお父様と、必須分をね、使いまくる必須分のプロ、必須分お母様との、3人暮らしになるんですけども、本当はいつか別荘を買わせていただきますので、ということで、本当にね、イラストレーターか YouTuber か家の会社を継ぐかの3択なんですけど、ボムの将来は。私は絶対に会社を継ぐのは向いていないのでね、でボムはお兄様もいて、お兄様には本当に成功しないと親のすねかじりって墓に刻むよって言われて、言われてはないんですけど、まあ、同等のようなことを言われているのでね、見返すからなとクソお兄様と思っているわけですけども、兄弟はみんな私のことをね、あまりバカにしているので、この前妹からもね、お姉ちゃんって不幸が訪れると5倍面白いよねって、面白くなるよねって言われまして、妹はね、私が小指ぶつけた時とか、それこそこの前詐欺に遭った時とか、化粧ポーチを全部ね、丸ごとなくした時とかも、なんか大笑いしてくるんですよ。って言って大笑いしてくるわけですよね。不幸が訪れると、なんかそのかわいそうさが笑えてくるみたいで、ド S ですね。私は M なんでね、お兄様も S なんで、お兄様の S と妹の S に挟まれている M なんですけども、そんなことはよくて、これは今ね、プロジェクターを見ています。あ、プロジェクターです。プロジェクターと、もう、まあ、プロジェクターとか言っちゃうとまたおじゃれな人間と思われちゃうから、もうどうする、もう紙芝居見てます、今。紙芝居、はい。なんかめちゃくちゃ部屋暗くないですか？っていうか、めちゃくちゃ部屋暗い。このなんか夕方暮れに撮って、明るいうちに撮り始めたはずなのに、だんだん暗くなっちゃっていて、監禁されてますかって、監禁されてる子が一日一食しか与えられてないパンを食べてる映像みたいになってますけども、なんかめっちゃいいですね、この動画めっちゃいい、好きです。ボムはこういう感じ、世界観があるよねっていう話です。ちょっとね、集中してテレビを見ちゃっているんですけども、これはアニメを見ていますね。アニメ、ボムアニメがマジで大好きで、オタクと言っていいには、ちょっとオタクの人には申し訳ないんで、そのオタクっていうか、ボムはなんかグッズ集めるとか、ガチ恋勢とかいう方じゃなくて、マジで映像アニメがするの、見るのがマジで好きで、これ今多分スキップとローファー見てたんですけど、本当にアニメほぼほぼ見てるんじゃないかっていうぐらい、アニメ好きの人とは軽くちゃんと会話できるぐらいにはアニメ見てると思います。ということで、そんなことはまた後日話すとして、ありがとうございました。ぜひね、作ってみてください。このパッサパサのパンに、ブルーベリーの水分とチーズが相まって、マジでうまいですから。で、それからこの夜にあのちゃんが音楽番組に出るっていうことで、あのちゃん待ちです。ボムこの口の下にね、ほくろがあるんですけど、このほくろね、ポチッとしたら、シュワーってボムがね、なくなりますんで、消えていきますんで、ありがとうございました。